ぶーちゃんです。さあ今日はですね、ウクレレで、ハワイアンっぽい、バンプ伴奏が弾けたらなということで、ちょっとだけ練習してみたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。ハワイアンの歌で結構有名なのが、カイマナヒラあると思うんですけれども、その前奏バンプって言うんですけども、それをコードそのコードを利用してちょっとやってみたいなと思います。D7G7CD7G7C の繰り返しです。D7G7G7G7C C 音符で弾くとこんな感じになります。少し、リズムを変えてみると。ここに少し、またハワイアンっぽい感じを入れてみると、こんな感じになります。一回ジャラチャって入るだけでもなんか雰囲気が変わってきます。で、このジャラチャっていう弾き方をどうやってやるんですかっていう質問が最近多かったので、その解説をちょっとね、近めに寄ってもらってですね、やってみたいなと思います。まあ、ちょっとまずコードは押さえずに、音あんまり出ないようにした感じで右手だけでやってみたいと思います。使う指が小指、親指、親指、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 この、繰り返し2本を使ってジャラチャっていうリズムを弾きます。じゃポイントが、小指はちょっとこう一回弾くような感じ、グーからパーにするような感じで、親指をスッと下に引き下ろして、親指の爪で引き上げる、こういう手首がこういう風になる感じですね。スナップが効くような感じ。じゃあ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 になります。でもちょっとゆっくりやってください。じゃあた、小指、親指、親指、小指、親指、親指、小指、親指、親指ですね。早くやると、はい。早くやるとこういう風になります。さあ、これを活用してさっきのカイマナヒラの、イントロバンプを、やってみたいなと思います。皆さんも頑張って練習してみてください。はい、行きます。